で、本日はですね、あのね、豚しゃぶの方ね、してみたいと思います。豚しゃぶしゃぶでーす。ということでね、あの、もうお湯の方ね、沸騰してきてますけどね、早速行ってみたいと思います。豚をね、1キロ用意しました。まあ、食べれるとこまでね、頑張ろうと思います。まあ、1キロも食べれないと思うんですけども、実際ね、豚で、豚しゃぶ。牛しゃぶがいいんですけど、ちょっと牛がね、ちょっとね、高くて手が出なかったんで、豚肉1キロ780円買ってきましたね。あの、行数で買ったやつですね。ですね、まあ、こちらの方のにですね、まずですね、このゆずポンですね、行数のゆずポンですね。入れまーす。あとはですね、行数のですね、行数の青ネギいきまーす。ちょっと風味を出すのこっちにぶっ込みますね。で、あの、こっち側のこっちにもぶっ込みます。両方ぶっ込みます。温度が下がらないようにどんどん豚を入れていきます。まあ、いっぺんに入れると温度下がっちゃうんでね。で、ちょっとこう煮込んだらですね。煮込んだらね。だいたい今 200g 入れたかな。ということで、早速ですね。肉出していきたいと思います。はい、こんな感じでーす。いただきまーす。おいしい。おいしい。やばい。飽きるまで、豚をやってですね、飽きたらもやしと豆腐があるんで、もやしと豆腐入れていきたいと思います。うん、おいしいね。やばいやばい、めっちゃおいしい。豚しゃぶ最高。うん、ネギと豚の風味が最高ですね。一旦全部吸湿しますね。豚ね、美味しい。幸せだね、うん、こんな感じです。次ね、また行きますね、うん、豚ラムとか、ね、豚ラム、豚しゃぶちか、しゃぶしゃぶってね、あのね、こうしゃぶしゃぶって食べるとやっぱり、ね、豚なんでね、ちょっとね煮込まないとね、やっぱりあれなんでね、の場合はよく火を通さなきゃいけないんで、
やっぱりね、牛より豚ですね、やっぱりね。年取ると。なんか昔はもう豚肉みたいな思ってたんですけど、やっぱりね、年々ね、豚肉に近寄ってきますね。豚肉とか魚とか野菜にね、偏ってくるね。うわ、落ちた。落ちたよ、ちょっと。肉が下に落ちちゃいました。ちょっと急いで入れてたら、もう肉生きて新鮮なんですね、多分ね。ボトッと落ちちゃった。結構大きなグラム数だ、これは。結構大きなグラム数だぞ。これはやはり洗って使うか？洗って使うか？身内だから綺麗だろう。取れました。入れちゃうんですよね。皆さんもどうでしょうね。豚しゃぶとかするんでしょうか。私よくね、このパターン多いですよ。おいしい。めっちゃおいしい。ほかほか。あっかか。めっちゃおいしいね。美味しいね、本当に。一人豚しゃぶ。いつもキブさんと鍋するんだけど、今日キブさんお仕事行ってて、しかも、もうこれ有効期限今日前なんですよね、賞味期限、豚。本当は昨日しようと思ったんですけど、昨日ね、キブさん起きても起きなくて、今日も起きなくて、2日連続起きなくて、とうとう賞味期限が来てしまったので、食べようかなって。分かんない。美味しい。めっちゃ美味しい。ああ、やばいね。めっちゃ美味しい。言葉を失ってしまうぐらい美味しいね。やめられない、止まらないってですね、豚しゃぶ。
で、残りね、食べてみたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。